姫様気分を味わえるおしゃれデザート、いちごのプリマちゃん完成だよ。シンプルだけどすごいでしょ。ガラスの器にバニラアイスを乗せて、その上に大量のいちごといちごソースをトッピングしたの。王宮のお姫様が優雅なティータイムやディナーの後で食べそうなアイスでしょ。それじゃあ溶けちゃう前に早速味見してみるね。アイスといちごを一緒に、あっ、うん、甘くて美味しい。いちごソースのかかったバニラアイスと新鮮ないちごの甘さが最高だよ。言っておくけど、このアイス特別な材料は一切使ってないの。どこにでもある普通の材料で作ったの。近いけどちょっと違うの。シンプルだけどすごくおしゃれにまとまったいちごアイスっていうのかな。バニラアイスといちごソースの甘さ、それに新鮮ないちごの甘さが混ざってすごく上品な甘さになってるの。普通のいちごアイスじゃこんなにゴージャスな気分は味わえないよ。この見た目と味なら胸を張って成功と言えるよ。いちごソースが甘酸っぱくて美味しいよ。この甘酸っぱさがバニラアイスと混ざって絶妙な味わいになるんだよ。あなたに真っ先におすすめしたいデザートの一つかも。一つ聞いてみてもいいかな。お醤油ってしょっぱい方がいい？それとも控えめの方がいいかな。濃くて辛い方がお醤油って感じがするけど、控えめなのも悪くないよね。健康のことを考えたら薄口にして塩分は控えた方がいいし、そうだよね、塩分の取りすぎは体に悪いって言うし、私も気をつけなきゃ。セラディム粉末完成だよ。とは言っても粉末だから大した作業はしてないんだけど、これはね、セラフィム結晶とメディア結晶を砕いて粉末にしたものを混ぜたものなの。この粉末を溶かしてコーティングするとね、 TZ 波の送受信の効率が格段に上昇する効果があるの。送受信を強化する使い方はもちろん、受信できない場所のものに使ってみるのもいいかもしれないね。確かに手間のかかる作業はないけど、一つだけ手間のかかる作業があって、セラフィム結晶の粉とメディア結晶の粉を正確に3対2の分量で混ぜないと逆に受信効率が悪くなっちゃうの。ミリグラム単位の誤差も許されないから、問題があるとすればそこかな。それ以外は特に問題はないんだけど、やっぱり手作業で測るのは難しいよ。お話しするのって楽しいね。着てみたい服？ちょっと悩むけど、どうせ着るならワンピースがいいかな。なんかこう清楚とか可憐って言葉がイメージできて、なんか可愛いよね。やっぱりそうだよね。これからもちょっと地味だけど女の子らしい可愛い服を着るようにするね。しちゃってたよ。ぼーっとするのもたまにはいいかなーっ
って思ってるのに気づかなかったら今もそのままだったかも。お部屋に置く新しいインテリアが欲しいかも。やっぱりお部屋が変わり映えしないのはちょっと寂しい気がするし。今日は乾燥してるだけじゃなくて風も結構強いの。こういう日は家にいるのに限るね。風で舞い上がった砂で汚れちゃうもん。テーブルに端末を動かせばいいのね。すぐに動かしちゃうから少しだけ待ってて。ここでいいんだよね。また何かあったら私に伝えてね。流れ星ってすぐ消えちゃうから3回お願いするのは難しいよね。でも前に10秒くらいかけてゆっくりと流れる星を見たことがあるけど、あれは見てて不安な気持ちになったよ。どうしたの？私の髪サラサラでしょ？ちょっとだけくすぐったいね。タッチタッチ。私の手ポカポカでしょ？あなたに触られてるからかな。そろそろ仕事に戻るよ。それじゃあまたね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。今いる？呼び出しちゃってごめんね。でも言っておいた方がいいと思ったの。ちょっと材料の採取に行ってくるから少し出かけてくるね。ネリコさんが来てもその誘惑されちゃ嫌だよ。Thank you.
ついた。ねえねえ、ちょっとだけいいかな。お出迎えしてくれるなんて思わなかったから、すごく嬉しいよ。と、その前に、ただいま。待っててくれてありがとね。今回撮ってこれたのはこんな感じかな。それじゃあ荷物の整理するから戻るね。これを作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。乳鉢じゃなくて、すり鉢を使った方が綺麗にすりつぶせるんじゃないかなって思うの。私だけかな。ギザギザがついてるから乳鉢でやるよりも細かくて綺麗になると思うのにな。おい、やっぱり私料理よりも工作をしてる時の方が幸せかも。やっぱり私ってこういう作業が合ってるみたい。なんて今更かな。なんだかじっくりと機械作りに集中したくなってきちゃった。何か機械系のもので作ってほしいものあるかな。じちょっと見つめてみました。前にね、ねりこさんが面白い変顔を特集した本を見せてくれたの。真似してやってみろって言われたけど、恥ずかしいから断っちゃった。うん、悪くないかな。こういうの、他の女の子にも知ってるの？しっかりします。くすぐったいよ。もう一回。あ、私ぼーっとしちゃってた。ごめんね。もっとちゃんとしないとダメだよね。でもぼーっとするたびにあなたが手を撫でてくれるなら。またぼーっとしちゃうかもしれないな。あなたの手温かいね。もしかして眠いのかな。